日本福岡県久留米市長戸石、地陸八幡宮付近の沼川。左側は、長戸国町。右側は、佐賀県宮城郡宮城町白壁長戸石は、福岡県久留米市の地名である。住所表記における、長戸石1から5丁目と、長戸石町を指す。1丁目の長戸石橋西交差点から、佐賀県宮城町の地陸八幡宮前交差点を結ぶ通りを中心に、 住宅街、マンション街を形成している。おおむね住居表示が実施されている。長戸石市から5丁目が住宅街。住居表示が実施されていない。長戸石町が田園地帯と区分できる。また、筑後川の右岸に位置するため周辺は佐賀県に囲まれており、久留米市の中心市街地へは長戸石橋を渡る必要がある。長戸石は2013年2月1日現在、 2769世帯6544人である。町名ごとの人口は次の通り。長戸石、八幡宮の本殿裏手に、イカリ石があるが、地元の伝承によれば、この石が長戸国の田から運ばれてきたので、長戸石の地名起源になったと言われている。また、太宰官内市などの知事によれば、この石に長戸の国の船をつなぎ止めたことからこの地を、 長と石というようになった、ともされている。ありがとうございます。